1> どうもこんにちは1月2日です。えー、暇ですね、えー。平和なお正月を過ごしています。テレビをダラダラ見ながら。あークリスマスにです、ね、子供に Nintendo Switch ライトと、えー、ポケットモンスターのソフトを購入してそのクリスマスプレゼントということで渡したんですけども、えー、ちょっと大人がハマってしまうという風な感じになってしまって、n i n t e n d Switch のゲームボーイみたいなちっちゃいやつを買って、 えー、でソフトをどうするかって、まあ、ポケモンはもう最近決まってたんですあのー、最近5歳の息子が、えー、ポケモン大好きなんでポケモンのソフトを買うって決まってたんですけどもえっ、ー、と、まあ、最新のソフトは高いのでとりあえずデビューなので中古屋さん行ってなんか安いポケモンのスイッチのソフトを 買っとときゃごまかせるだろうといういことでやってたんですけども、で EV ですね、レッツゴー EV っていうやつを買ってですね、やったらですね、やって、まあ、自分が手伝っているうちにですね、どんどん大人がハマってしまって、これがなぜハマるかというと、懐かしいんですよね。あの自分、最初、ポケモンが出た時ですねあの、赤、青、緑っていうゲームボーイのソフトあったじゃないですか。 であの時代が自分が小学校ちょうど3年生か4年生ぐらいの頃で、えー、ま買ってもらうわけですよ。親に買ってもらって自分は人影が好きなんで人影を選んで <laughs> なんでソフト自体は赤ですね。僕はあの赤のゲームボーイソフトを買って、あのー、やってたんですけどでそこからあのジムリーダーのたけしとかかすみとか、えー、最後はあのライバルのグリーンですかね、しげるかな。 えー、そういうのを倒していくという流れ、マサラタウンから始まって進んでいく展開がですね、えー、こ令和4年になって、えー、と同じような,なんか復刻版みたいな感じで最新版のゲームソフトとして出てきたんで、これが懐かしくて、懐かしくて、で攻略法もなんとなく覚えてたんで、あ、こ,こ,はこうしてなんかゴミ箱ここをこう見ていいとか、船のチケットとか、居合切りとか。 なんかそういうのをこう、ね、こうやりながら思い出してやってるともうどん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 はまってしまってです、ねえー、クリスマス25日プレゼントを渡して、えー、とっとと大人が取り上げて、えー、正月入る前ぐらいにはもう 全クリしていいたという、えー、もちろん子供と一緒にもするんですけども結構そのゲームの、あのー、展開、あのー、進展させていくのはなかなかやっぱ4歳5歳の息子には難しくて、あのー、それを自分が進めながら、あのー、一緒にやってるんですけども、あのー、冬休みっていうことで友達も子供の家に遊びに行くんでそうなると新しい情報っていうのをやっぱ変な知恵がついてからまた帰ってくるわけですよ。えー 要はもう EV のソフト、自分が中古で買ったソフトはもう古いものだっていうのを知って、覚えて帰ってくるもので、今現在が何ですかね、バイオレットとかそういう感じのやつだと思うんですけど、それを買えということで、えー、いやそれは知らん、無理だっていうことで、お年玉がもし、えー、ソフトが1本5000円くらいしますからね、5000円くらいもし個人的にたまったらそれは買いに行っていいよっていうことで、えー、で今日が1月2日でなんかたまったっぽいので、それを、えー 買いに行きますかね今年初めての外出をするかなという感じで、まあ、そんな感じのお正月を過ごしていますけども昨日はですね今年1年の目標みたいな感じでとりあえず。 この去年の赤字、えー、トントンに持っていけなかった、黒字に持っていけなかった去年1年間分を、ね、あ取り戻すべく、今年は絶対にもう黒字に持っていくぞということでいろいろ戦略を立てて、えー、販売方法を考えて、えー、やっていけたらいいなと思うのと、もう春ぐらいにはその販売方法というのはもう発表できたらいいなと思って今順調にいます。 思いますでそのためには、えー、どうしても今持っている品種をですね、えー、半分以上減らさなくちゃいけないということで去年の秋からずっと品種をです、ね、どん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 減らしていってとにかく少数精鋭で勝負しないと、えー、特にもう弱小なんで我々は僕はですね、えー、弱小ですしまだキャリアも浅いのでとにかく1つの分野金魚って言ってもいろんな分野があるんで、えー、いろんな分野をマスターするのはねやっぱ結構時間がかかるのでとにかく1つの分野で やっていこうということでどん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 絞っていってドラゴンスケール系の金魚にたどり着いてはいるんですけどもまだまだあの品種の方を減らしきれずに年を越してしまったのでここもあの一つ反省点としてありますね。結局出雲南京だったり だるまリュウキンだったり、ウノケイランチュウだったりも飼育をね、最近動画でアップしたんですけど、してるんですけど、個人的にはブリンド、あとトサキンですね、トサキンとか、そういう磁菌系ですけど、個人的には、あのー、やっぱりブリードしていくのは厳しいかなと思ってます。もう上には上がいるんで、えー、ちょっと諦めなくちゃいけないんですけども、なかなかそこが、あのー、 やっぱりり踏ん切りつかなくてあとちょっとやり残したこともあるんで、えー、ちょっとやれなかったこととかもあるんで、あのー、まだキープしてるっていうのもあるんですけど、えー、トザキンはですねトザキンはあの前あのー、よく言ってるよりペットとして育てていくんですけどもあちなみにこのテロップ気にしないでくださいね、えー、と <laughs> 昔の動画のあれなんでテロップの方は気にしないでください動画もですね、えー、かなり多くとかなり昔の動画なので気にしないでくださいとりあえず乗っけてるだけです そうなんです品種を減らすっていうのがやっぱりねまだまだね、あのー、難しくて、えー、とりあえず5、あのー、品種ぐらいにね、あのー、減らしたいんですけどもその中で現在決定しているのがあのドラゴンスケールランチューと、えー、ピンポンパールですね、まあ、デメピンポンパールも含めてのピンポンパール系これはもうどうしても譲れなくて自分が個人的にも好きだから、えー、これはまたブリードは続けていくんですけどもただ 好きだから、あのー、続けたところで需要がなければ、あのー、どうしても売れてなんもなんで、えー、こうなった以上はもう売らなくちゃいけないんでそういう意味では需要がですね、あのー、ないとなかなかですねやっていけないんですけどもただそれでまあ ピンポンパール系はそれなりにでもやっぱ人気品種に入るんですかね。えー、まあ自分が大好きであるしあのまあ一般的にも需要がある金魚なんで、えー、まあドラゴンスケールランチもそうですけどもいいんですけども、えー、問題はその龍眼オランダだったり自分の大好きなウルトラマン金魚ですね。龍眼オランダだったりまあそっち系のそのマニアックな金魚っていうのはあの一般の方にはなかなかですね受け入れ られにくい金魚でもあるのでやっぱ肝皮系っていう金魚はですね、まあ、この水鳳がもそうですけどもう好みが大きく分かれる金魚っていうのはなかなかねたくさん作ってもあのー、売れないですあもちろんあの大きな金魚屋さんだったらあのー、売れるんですけど僕のような小規模で宣伝能力もない、えー、人間がやってるとですねあのー、売れないっていう意味なんですけどもまあ、その辺の 葛藤というかなかなかその方向性があのー、まだ出ていないんですけどねえもうどうしたもんですかね,ねただやっぱりその自分に嘘はつけないんで好きなものは好きだからあのー、あんまり興味のない金魚をこうやってブリードしてもですね絶対続いていかないんでやっぱり好きな金魚をですねあのー やもういずれこの良さが分かってくれる人がいると信じてた,たくさんいるんですけどねあの龍河オランダ好きな方たくさんいるんですけどもなかなかその数でいうとマイナーなあの品種なんで、えー、知れ渡ってないっていうことでまあどうしたもんですかね。と、えー、いうことでえー、っと すみません本当はですね、ちょっと自分5年、昨日ですね、あのまあ、今年の目標みたいな感じで動画をアップして、えー、今ですね、この動画では5年後の目標というかあ、5年後の夢みたいなのをちょっと話してみようかなと思ったんですけども、話が脱線して脱線して、ただの雑談で、自分が何を今、こんなこと話してるのかよくわかんないんですけど、なんか愚痴みたいになっちゃいましたけども。 えー、ちょっとまた明日、明日にでもまた、あのー、5年後の夢っていうのがですね、そういうタイトルで今日アップしたかったんですけど、もう今日はいいや、もうただの雑談みたいな感じのタイトルでして、アップしておきます。また明日、あちょっと、あのー、組み立て直して、えー、ちゃんとしゃべること決めて、あのー、アップしようかなと思います。 もうこうなってくるともうごちゃごちゃになってきて、なんかぐだぐだなライブみたいになる、る、まあ、そういう意味ではライブだとコメントが出てくるんで、えコメントがネタになるからですね、どん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 あの話長く、えー、尺をこう伸ばしていけるんですけれども、こう一人で喋ってるとこう虚しいもので、えー、あっちのみに動画が変わりましたね、これ。たぶん今映ってた水泡岩が、 えー、産卵した時のの子子供の様子だと思いますこれも昔の動画ですね、今現在の動画ではありませんので、えー、こうやって当時は青水と粒餌で、えー、飼育をしてましたね、えー。うまくいったこともあれば、えー、うまくいかなかったこともあるんですけども、当時確かまだブラインシュリンプ使ってなかったんですかね。もう水替えであのバンバン回して、えー、子供を大きくするっていうよりかは、どっちかっていうと青水作って、 えー、もう青水で育ててるような感じなんで成長は遅かったんですけども、まあ、それだけでも結構ね稚魚っていうのは育つものでただブリブリした感じの子っていうのはあんまりできなかったような記憶があるんですけども、まあ、懐かしい、えー、動画ですね自分あの自宅の庭でこうやって飼育をしてるんですけども今年はそのやっぱり 最低1回ですね、秋口、早くて春の時期に1回、まあ、春は無理でしょうね、秋に1回ですね、販売会みたいなのをやりたいんですけども、まあ、場所を借りて、えー、なんか自分の作った金魚ですね、バーっと売りさばく日を作りたいんですけども。えー もし、ね、場所が借りなかったらもう自宅開放でもいいのかなとも思い始めてるんですけども、まあ、そうなってくるとやっぱあの、まあ、泥棒さんだったり、えー、嫌がらせさんだったりねあのそういうのももしかしたらって考えるとどうしても自宅ってことは家族がいるんでその辺考えなくちゃいけないんで、えー、その辺の対策なんかで目処がつけばまたあのもしかしたらあの金魚の村の普段動画映ってる飼育場も開放できる 日があ来るのかなと思うんですけども、えーまあ、こればっかりあの僕のあれだけでは決めれないことなんですけども結構そのセキュリティというか防犯的にはあの恵まれてる環境であの隣がですね大きな駐車場になってるんであの車がたくさん置いてあるんですねで車って止まってる間もあの聞いてみたらあの 録画されてるんで,で所有、隣の駐車場と車の所有者とも結構知り合いが多いので、まあ、最悪はその人に頼んで、何かあったらですねあの、データの方を見せてくださいというのがあるし、まあえー、独自でカメラの方もつけてますし、えーで、正面の玄関側もですね、大きな工場があって。えー そこもですねカメラがわーっとあるんで,でそこの工場ともつながりあるんでそれでも,もし何かあったら結構いろんなところであのデータもらえれば、まあ、そのデータ持ってねあのおまわりさんのところなんていかないですよもうそのデータで YouTube アップしてあの動画のネタになるからそれはそれでいいのかなと思ってで、まあ、バズっても見てくれたらそれが収益になるので。 えそれでいいかなみたいな、いいネタにもなるので、そういうことが起きたら起きたで、まあ、それはそれでいいのかなっていう感じで、ただもう警察なんかでは持っていけないから、もうめんどくさいからですね、いろいろ多分ああいうの書かなくちゃいけないし、なんやかんや聞かれるし、警察さんもめんどくさいですね、なんでたかが金魚のために出動しなくちゃいけないんだみたいなね、感じだと思うんで、本音は。そんなことで、税金は使えないということで。 まあ、とはいえ、とはいえ、えー、ほとんどがねあの、そんな悪さする方ではないんで、もうほんとごく一部なんで、えー、そのごく一部のために、こうやってね、防犯カメラとか、えー、なんやとか、いろんな不安が出てくること自体がおかしいんですけどねあの、ほとんどの方がまっとうな方なので、まあ、1回ぐらいそういう開放日っていうのを設けたいなと思いますね、今年一1年間のうちにどっかでですね。 えー、ちょっとまあやり方っていうのは、まあ、手っ取り早いのはもう、あのー、完全予約制の、えー、会員制にするのが一番手っ取り早いかなと思いますね、ちょっと会員カードみたいなのを作ってもらって、えーまあ、よくあるじゃないですか、タヤのカードを作るのにも、会員カードを作るのには身分証明書を出して、なんやかんやお店の人がちょっとチェックして、えー、で、カードを作って。えー 会員番号ナンバーみたいなのを作ってやるやつですね。まあ、あの数多くのお客さんが来てほしいわけではないので、えーまあ、そういう会員制もいいのかなと思いますね、えー。お互いこっちも場所を晒してるんで、申し訳ないですけど、もうちょっとそちらも場所を晒してくださいということで、えーまあ、お互いちょっと、まああのー、そのくらいやればあ、まあ、家族も安心なのかなという。 意味のお話です、まあ、一番いいのはあの販売できる場所をですね、えー、借りて販売するのが一番いいんですけども、そうなってくるとまたあの予算がかかってきますので、とかいろいろ何やかんや考えると、あ結局もうネット販売が一番楽だということで、えー、今年、ね、ネット販売のみになる可能性もありますけども、えーまあ、そんな感じですね、ただのお雑談の方ですね、もう終わろうかな。 しかし、えー、懐かしいですね。このポチャ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 しながら水返して、えー、今あんまこういうやり方しないんですけど、こう見てると懐かしいですね。こうやってつれり、稚魚に対して足し水足し水で、こうこの時はですね、確かやってたと思うんですけど、ただやっぱりもう過密なんで、えー 足し水が追いつかなくてちょっとあの病気になって落ちた子なんかがいてのやっぱりまっさらな水がいいのかなということでこの時この動画はまだ透明な水に戻ってますけどもやっぱり水替えメインで切り替えた時ですかねでまたミジンコが映ってたんで潰えたばっかりだと水がもう一気に汚れてしまうんでミジンコを導入した時期だった かなこれミジンコですねミジンコは結構水も浄化してくれるのでほんと便利ですねああんな感じでもうこんなことをこれ動画見ながら話すとずっと話してしまうので、えー、とりあえず、えー、終わります、えー、ただの雑談でした最後まで聞いていただけた方がいたのであればありがとうございます